皆さんこんにちは。メンタルトレーナー目標達成ナビゲーターの西田初美です。今ですね、コロナ禍でだいぶメンタルがやられている人たちが増えているという話をたくさん聞きます。私はメンタルダウンを防ぐためにメンタルトレーニング研究所というオンラインサロンを立ち上げました。これはいわゆる健康保険と同じようにですね、何かあった時のためにこのメンタルトレーニング研究所でメンタルが落ちた時に、私を活用してメンタルアップしていただければ、元に戻っていただければと思って作りました。いろんな情報も配信していますが、それよりも、参加者とのコミュニケーション、メンバーとのコミュニケーションをとってですね、みんなでこのコロナ禍を乗り越えていければと思っています。実際ペストなんかが流行ったのが17世紀、ケンブリッジ大学にいたニュートン、私ニュートンとかですね、エジソンとかアインシュタインとか好きなんですが、有名な話でニュートンがその疎開している中で、いろんなことを考えてですね、万有引力や微分積分、またそういったものを生み出したと言われています。でそれだけじゃなくて、私たちは過去にもですね、いろんな天然痘とかペストとか、有名なのがスペインから、こういったものと戦ってきています。でその度にですね、世界的に新しい技術とか新しいライフスタイル、そういったものを生み出してきているわけです。今回のコロナ禍でもですね、私たちがこのコロナ禍の時代を乗り切るためにですね、ここから先の皆さんの子孫の方々、50年後、100年後の子孫がですね、今のライフスタイルになったのは当時2020年のコロナ禍のおかげだって、そう伝えてもらうためにですね、私たちがここから乗り切っていく必要があるなと、そう感じています。その時に逆に言うと、コロナ禍のせいでこんな世界になっちゃったとか、そういったふうに言われたくないので、私たちはここからコロナ禍を乗り越えてこんな素晴らしい世界になるんだぞって、なったんだぞっていうことをぜひここから子孫に伝えるためにもですね、今の私たちしかそれができませんので、ここからはライフスタイルもそうですが、働き方もそうですが、私たちがここから先の子孫に伝承伝達、引き継いでいくため、バトンタッチしていくために、日本を元気にしていかなきゃなと思っています。メンタルダウンしている人、私のメンタルトレーニング研究所のオンラインサロンを活用してください。そして一緒にですね、このコロナ禍を乗り越え、我々の子孫に日本ってすごかったんだぜって、いい時代を乗り越えたんだぜっていうことを伝えられるように頑張っていきましょう。はい、ということで、今日は皆さんと共に頑張ろうっていう話です。はい、ありがとうございました。西田初美でした。